特にオスはライオンのような立派なたてがみが特徴的なこの猿。名前をゲラダヒヒと言います。オナガザル科に属し、ゲラダヒヒ一種だけでゲラダヒヒ族を作ります。生息地はアフリカに位置するエチオピア。その中でも標高1800メートルから4400メートルまでの草原や低木地などに生息します。多くの霊長類が樹上で暮らす中、ゲラダヒヒの場合は地上で過ごす時間がほとんどです。体長はオスが70センチから75センチ、メスが50センチから65センチ。体重はオスが約20キロ、メスが約15キロ。尻尾の長さは30センチから50センチ。このような性による見た目の違いを性的二型と言います。ゲラダヒヒは性的二型が顕著な霊長類です。主な食べ物は草本植物で、その他に根や花、種子なども食べます。ゲラダヒヒはこれらの食物を地面に座って食べます。特に草本植物の場合は、手で器用にむしって食べます。この時、母子対抗性のある手は非常に役立ちます。ご覧のように、ゲラダヒヒは大勢の群れを作ります。ただその構造は複雑です。ゲラダヒヒの群れの最小単位はワンメイルユニットと呼ばれます。1頭のオスと複数頭のメスがこのワンメイルユニットを構成します。このワンメイルユニットが2つ3つ集まるとクランに、クランが複数集まるとバンドと呼ばれる群れができます。バンドは多い時には200頭を超える群れになり、さらに早朝にはバンドが集合したトゥループと呼ばれる大集団になることもあります。このような社会は重層社会と呼ばれ、霊長類ではゲラダヒヒのほかマントヒヒなど一部にしか見られません。ちなみにクランやバンドにはメスを持たないオスが複数います。これらのオスは時に協力してメスをめぐってワンメイルユニットのオスと戦います。威嚇の際には立派な剣士が使われます。唇をめくり上げて剣士を見せ、互いに威嚇し合う様子は何とも恐ろしいです。ところでゲラダヒヒを見た時、剣士よりも先に目が行ってしまう部分といえば胸の赤い部分です。ここだけは肌が露出しており、その様子から胸から血を流すヒヒと表現されることもあります。この部分、実は非常に重要な役割を果たしています。チンパンジーやニホンザルなど多くの霊長類の場合、メスは発情するとお尻の線皮と呼ばれる部分を真っ赤に膨らませます。これを主張と呼びます。この主張がゲラダヒヒの場合、赤い胸に現れます。ゲラダヒヒのメスが発情すると、胸の部分に粒状の主張が現れます。この主張がサインとなって、オスはメスと交尾するのです。ゲラダヒヒは多くの時間を座って過ごし、お尻を他の個体に見せる時間は多くありません。そのため、このように胸の部分で発情のサインを送るようになったと考えられています。胸の赤い部分は重要なコミュニケーション手段だったのです。さて、赤い胸の霊長類、ゲラダヒヒはいかがでしたか？彼らのより詳しい生態は概要欄に載せておきますので、こちらもぜひご覧ください。それでは、次の猿まで、さようなら。